そうですね、まあ、どこで出てくるかっていうので、うん、まあ、バルダが疲れたらか、あとはバルダ選手が、あれですね、まあ、リードしてたら出てくるんじゃないですかね、可能性高いですね、はい、早めに、うん、あのゲームを、しっかり終わらせることができて、まあ、経験ある選手なので、そうですね、はい、相手のチャンスの目をガサンと潰してくれますからね。あとあのスターティングメンバー入ってくると平岡選手、若い選手ですけども、はい、彼、どんな特徴が一番なんて言うんですか、売りなんでしょうかね、平岡は。まあ、すごい、ね、謙虚で、人の話を聞けますし、ですね、はい、鬼のキングですよね、鬼の、はい、で、なんですかね、まあ、先輩にも、本当、思ったことを。素直に聞いてき、ますし、いいですね、性格。はい、性格的にすごいですね。性格一番いい、この中で。はい、ここが一番いいかもしれない。あ、本当ですか。はい。逆に一番悪いの、悪そうな人、悪そうな人でいい。悪いのじゃなくて、悪そう。悪そうな人いますか。顔出て、なんかで。山口監督。ヒロカツもね、はい、彼も本当にぶれない男ですよ。何があっても、やっぱもう、芯が強い、本当に、はい、若いですけど。まあいい